武田塾公式アプリ Zoom 武田の Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。武田塾局長の名古屋です。お茶水本校校舎長清水です。この動画をご覧の皆様はグッドボタンのチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。清水先生、はい、僕はですね、今超大事な受験科目の話をしたいと思うんです。英語ですか？実はですね、はい、メンタルです。メンタル、そんな科目があったんですね。はい、この時期メンタルやられてる人いっぱいいると思う。なかなか点が伸びなくて、模試であんまりいい判定が出なくてとか、ね、本番が軟化したらどうしよう、はい、受からないんじゃないかとかいろいろ思うと思うんですけど、つきものですからね。受験本番の成績、特に直前期に成績伸ばす人ですっごい大事なのって、はい、ポジティブシンキングだと思うんですよ。それはそうですね、同意ですね、うん、本番でもそうじゃん。本番の立ち回りも、はい、ポジティブな人の方が成功しやすいって絶対あると思うんで、はい、ポジティブシンキングで受験を有利に立ち回ろうという話をしていこうかな、まあ、特に今ありがちなのが、もしやらかしたと、はい、あるいは過去問解いてもう爆死したと、はい、もう終わったと、はい、そういう状況になってた時に、はい、さあここでどういう発想になるかと、はい、もう受かんねんじゃねえかとなる人と、はい、ラッキーと思う人、はい、この差だと思うんですよ。まあ、良くないのはうわーって感じの人ですよね、うん、そうラッキーってどういうことかっていうと、だって今本番じゃないから、はい、今から改善すれば、はい、本番の点数上がるじゃんっていうふうに思うことが大事なんですよね。もう受かるっていう前提が作られていて、うん、そことのギャップが今あ出ちゃった、なるほどみたいな感じで、うん、まあ、肯定的に捉えても、おおなるほどそういう感じ、これ埋めればいいのねみたいな、そうそう、で発想しますよね、うん、これはあの脳電気とは違うんですよ。この点数取る人は本番は受かるっしょ、勉強しないけどじゃダメなわけですよね受かるためにどうするかっていう視点で動いてほしいってこと。受かるというゴールがもう決定しているからこそ、これさえやれば受かるでしょっていう規定路線に向かって走っていけるかってことですね、うん、そうなんですよ。本番軟化したらどうしよう、うん、うん、不安ですねこれは。そうでもさ、軟化するのって自分だけじゃないでしょ、全員軟化するわけじゃん、はい、当たり前だけど、同じ問題やってんだから。例えば難問とかって、うん、他の人の正答率も低いわけだから、うん、そこで稼ぐ必要はないわけですよね。そうだ、むしろこれ難問だろうって分かっちゃえば、はい、これむずいっしょ、はい、ってことはみんなここで時間を無駄にするから、自分はこの問題を捨てられるから、はい、有利になるわっていう、うんうん、この発想が大事かなと思う。じゃあ今年は結構共通テストで、うん、英語の第5問結構むずめだなと、うん、まあ、共通テスト初年度ですし、うん、って思ったら、ここは意外と正答率低いんじゃね、でそれ以外の6とか4とかちゃんと稼いどけば、うん、まあ、5は最低限取っておけば大丈夫じゃないかなって、その場でさっと発想変えられる人ですかね。そうで、これは逆に簡単になってこれ平均上がるんじゃねえかってなった時も、はい、いやだから油断して落としたやつが終わるから自分は油断しないようにいけば有利に立ち回れるんじゃないか、どっちでもいい方に解釈する、はい、自分にとって何が起ころうがいいことだというふうに思える発想の転換がすごく大事なんじゃないかなと。やむを得ず志望校を変更しなきゃいけなくなっちゃったとか、うん、あるじゃんやっぱそれは、どうしてもさ、はい、うん、でもなんか行きたくねえなとかもうあったりする中で発想をどう変えるかっていうのも大事だと思うんですよ。これは浪人になったってなった場合でも結構大事かなと思うんだけど、うん、やっぱね、立ち直りの速さってこれ才能じゃなくてやっぱその考え方だと思うんですよ。だからこれ結構僕がよく言うのは、その志望校を口に出せないとなかなか合格が難しいって話をよくするんですけど、はい、別に志望校を口に出さなきゃいけないって言ったわけじゃなくて、やっぱね、志望校を言えるぐらいのこうやっぱなんていうか自分の決意が大事だと思うんですよ、はい、ポジティブな考え方とか自信を持つってことってすごい大事だと思って、で普段の勉強でも何かを頑張った時にこんなんじゃまだまだダメだって思って、だからもっと頑張らなきゃっていう風に切り思える人はいいんだけど、なんかネガティブな方にこんなんじゃダメだ、受からない、だから手が動かない、勉強できないってなっちゃうと、はい、やばいわけです。今の実力としてはその2人とも同じ状況、うん、だけどじゃあその先に待ってる未来はどっちの発想でいったらより実現に近づくかっていうと、まあ、当然ポジティブな方が良いだろうと、まあ、これ結構心理学的にもね言われてるんですよね。自己肯定だと思うんですよ、受験っていうのは、うん、自分で自分を肯定できないってなかなかやっぱね、はい、受かるの難しいと思うんですよね。やっぱその勝負の前から負けてるっていう風になりがちなんで自分だったらいける、うん、だけどこれが足りてないからやるっていうのに、まあ、とことんこだわってやれるか、まあ、ぜひ今一度マインドとして持ってほしいところですね。そうですね、はい、メンタルは受験科目だと、うんうん、どんな状況が起ころうが自分にとっては有利なことだと、はい、そう解釈するようにですね、はい、考え
でやっぱり立ち回った方がいいんじゃないかな、はい、これリアルに点数に関わりますからね。そう本当に関わる、はい、うん、であと直前の勉強のやっぱ量とか質に関わってくるよね、うん、そうですね。最後の最後ギリギリまでもう最後の一瞬まで頑張れる人間になるにはポジティブシンキングすっごい大事だと思うので、うん、ぜひですね考え方をプラスの方に持っていけるようにしてくれればというふうに思いますね。意識して勉強してみてください、はい、今回は以上です。先日私高田が武田塾札幌校へ行ってきました。札幌校の渡辺先生とても素敵な先生でしたし教室の雰囲気もとても良かったです。札幌校の紹介動画上がってますのでぜひ皆さんご覧ください。